おはようございます、皆さん。聞こえますでしょうか？キリュウココです。Hey guys, this is キリュウココ。There's an important announcement from me. And there are some things I need to tell you. 結論から言いますと、よし。文字にしといてよかったな。I will be leaving Hollow Live on July 1st. ダダン。卒業ライブ！最後の日にあります。悲しまずに、切るここ、いろんな、叶えられなかった夢などたくさんね、ありますし、残ると思いますけど、ポジティブにね、I stay positive, guys. とっても、私はね、ゲボカはドラゴンなんで、どこに行ってもね、どんな舞台でも輝いちゃうんで、未来は明るい。そういうことです。ありがとうございました。最後くらいちゃんと言いたいな。ありがとうございました！ いつもの声じゃないや。どこに行くの？夢落ち？と言うんではないよ。というので、イタストをね、再選決定いたしました。これをね、皆さん、決定したらね、早めに発表するから、そしたら皆さん絶対予定開けといてくださいよね。で、やりたいのです。いや、また毛の話してる？してないんだよ。どんだけ敏感なんだよ。してねえよ。あとですね、そう。最近ね、めっちゃコラボがね、増えてるの皆さんご存知だと思うんですけど、今月もね、もうね、毎日コラボあるんじゃないかなっていうくらい。
とんでもないことになってんですね。もう毎日かもしれないよ。みんな私と遊びたかったんや。そうなんだよ。人気者は困っちゃいますね。で、この間、カリちゃん、カリオリコラボしたの見ました？あんまり、なんだろうね、多くは語らないですけど、まあ、ココちゃんが辞めるっていうことをね、ね、ココちゃんが言ってたように、ね、ホロライブのメンバーが触れてないのに、私のことを聞くのはやめてねって言ってたのをみんなね、ちゃんと約束守ってくれて、リスナーさんからはね、一切そういう話が出なかったのはすごい本当に、ありがとうっていう気持ちと、ココちゃんの、お願いを聞いといてくれてありがとうっていう気持ちと、でもみんなきっとさ、なんかやっぱやり場のない気持ちになっちゃってると思うんだよね。なんか、ねえ、タツノコさんだって、もう、すごい大きな存在というか、もう一人の大事な仲間だから、やっぱり、声だって辛いよ。なんか、普通にゲームして配信して、平気そうに見えるかもしれないけど、やっぱ辛いよ。でも、このメンバーは、ココちゃんの卒業をもう前から知ってたから、だから、なんだろうね、いや、今でも嫌だけど、悲しいけども、だからなんか、ね、徐々に、ね、受け入れていこうっていう段階で、そう。でもみんなはね、昨日聞いたばっかりでね、すぐ悲しい気持ちがなくなるわけでもないし、きっとね、続いちゃうかもしれないけど、それはね、無理してね、元気でいようとか多分しなくてもいいと思ってて、だからうん、悲しい時は悲しいよ。それはだから、なんか、我慢したりとかしなくてもいいと思う。うん、みんな悲しいさ。でも、みんな、ココちゃんのことが大好きだし、リスナーさんも、ココちゃんのことが大好き。それ、その事実は変わらないから。ホロライブの他のメンバーも、ココちゃんのこと大好き。それは変わらないから。これ、この先もずっと。だから、そこはね、安心してほしい。ココちゃんが大好きです。偉大な人だから。ね。ドラゴンだからね、きっと忙しいよ。あちらこちら飛ばなきゃいけないから。ね。空に羽ばたいてもらってね。いいな、空飛べるって。あれ、カナタちゃんも空飛べるけどね。天使ちゃんだからね。たまにこう二人で飛ぶのかな。フォーエバー、そうだよ。Love is forever だから。